どうも、鳥の爪団外です。今回もグリス続きの方やっていこうと思います。前回はツバメのボスみたいのにね襲われたりなんかもありましたけども、ステージが変わって青のステージですね。今度は水が滴るいい女やっていきましょう。この辺やっぱり前に来た神殿と同じような気がするんだよな。ここ降りちゃっていいのか。あ、ここ降りるとさっきのところか。これなんだ、ウミガメみたいなマークは。あ、これもしかして水の中に入るとかじゃない？これさ、ダメだ。てっきり下の世界へ行くとかかと思ったけど違うのか。まあ、呼吸続かねえもんな。じゃあこっち側か？あ、なんだここ。あ、下に行けるぞ。あ、ちょっと不安になるような。地下へ地下へ潜っていくぞ。前回みたいなモグリーがいてくれればいいんだけど。あ、ポイノいるよ、ポイノいるよ。仲間たちみたいのはいる。あ、ここだ、壊せますね。あ、本当に水の中来たな。呼吸大丈夫？よし。あ、コウモリみたいのいる。でもちょっと綺麗なんだよな、幻想的だな、本当に。まさに美だよね、このゲームはね。ここはなんだ？すごいことになってんな。上から水落ちてきてるよね。不思議だな。それは？あ、エレベーターみたいな感じかな。下に降りれそうだね。うん、オッケーオッケーオッケー。おお、いやー、いろんな色が増えたことによってさらに綺麗になったな。青、赤、緑と、それのこうグラデーションというかさ、組み合わせだけでもものすごい表現力が出てくるよね。この上から潜って、あー、なるほど。うわ、不思議な空間だな。そこだけ水がちょっと入ってんだ。なんだそれ。高さを出してあげれば意外と下に潜れたりすることもあるみたいだね。で、こっち側かな。あ、今度は蝶だ。ことは登ってよいしょ。ああ、いいんじゃない。すごいな、鍾乳洞がな。ぶっ刺さっちゃいそうだけどね、マントとかに。さあ、ふわーっと移動して。こっち側かな？ここは何だろう？登るためには、なんか特大ジャンプみたいのをしないとできなさそうだけどな。後でまた来ることになるのかな？なんか水の木みたいのってなんか不思議だよね。美しいな。ふふっ。あ、すげえすげえ。ちょっと待って、もう一回乗ろう。いけるかな。あー、すげえ。ってことはこのキノコ乗れるはず。あー、チリン。まずはこっち側に渡って、うわ、すっごい綺麗。じゃあこの幻想的なキノコみたいのを登っていけばいいのかな。めちゃめちゃ綺麗な音出すんだよな。こっち側だね。さあ、進んでいきましょう。で、今度は、あー、これまたエレベーターみたいなやつだな。なるほど。こっち側に移動したらいいか。あー、オッケーオッケー。で、うわ、なんかでもちょっと気持ち悪い。胞子みたい、キノコ胞子だ。すごいな。ちょっとブクブクしてんのは気持ち悪いな。カエルの卵感があるんだよな。綺麗だけどな、キノコだとしたら金なんだよな。それなりに湿気あるしな。うーん、集まるよな、そりゃな。キノコも入るわ。不思議な生物がいっぱいいる。ジャンプからの、よっ、よし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 。あー、なるほどなるほどなるほど、分かったぞ。要領は上に浮いてきちゃうから、体が
最大限ギリギリまで行ったところで、よし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 、これで体が浮いても問題なくこっちに行けると。でこれ壊すのかな。はい。おお、なんかパラソルみたいのに可愛らしいね。お、神殿に来たね。また2つ集める必要があると。じゃあまずは左側から行ってみようかな。こっち側登れるかい？あ、登れますね。すごい氷じゃない？なんかもう水晶とかみたいな感じになってるけど。幻想的かよ。あ、なんだこれ、割れる？どうしたらいいんだ？お、なんだ、私自身ができる。あ、これを踏み台にするのか。この状態で凍ったらいいんじゃない。さすがにこれ登れるだろう。あ、登れた登れた登れた。うわ、面白。このギリギリに立ったらいいかな。ギリギリに立ってフラッシュで、これで凍ってもらって、そいつは残像だ。いやー、いけないんだ。空中でこれ足場作るのはできる？できないのか。ここでさらにこうやったらいいんじゃない？うん。二段構えで作ったから登れる。よし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 。ふぅ！面白い！何このアクション。残像が氷になるって何それ。こっちは長旅になるのかな。ここもまたスターダストみたいな雰囲気になってるから。うん、やっぱ来たね、フラッシュ。うん、オッケー。二段構えで作ってあげたんで、上に登れるぞ。で、これは？あー、反対側に重しを作ってあげる必要があるのかな。じゃあ、一回まず段差を作ってあげて、あ、やばいやばいやばい。落ちちゃったな。重さを均等にしないといけないのか。あー、なんか不思議な状態になったな。いや、でもダメだよな。この重さがどっちかに偏りすぎてるとダメなはず。挟むんじゃないかな。来た、こういうことだ。オッケー、なるほどね。上に置くっていうのばっかりに聞い取られてたけど、下に置いて高さを変えてあげるっていうのが必要だったと。さあ来たぞ。今度はどうなるんだろうな。うん、また上に行く感じかな。あ、ではない。なんだ、下に行く。お、何、えいみたいな状態になったけど。スペースを押す。うわ、はいよ。なんだこれ、魚じゃない、もう。わ、でもめちゃめちゃ綺麗。何この世界、水族館行きたくなるな。あー、あいつはなんか仲間だったりするのかな。そういうわけでもないサイズでかいから何かなーって思ったけど、特に関係ないのかな。あ、あるね。あー、下行きやがった。待て待てー、下へ下へ、光に導かれ。あ、これはあと4つ必要なんだ。なるほど。うわ、だいぶ深海だけどこれ。すごいな。よく生きてられるな。まず左側から行ってみましょうか。いくつかの光があるみたいだね。まずはそこの光の玉をゲットしたいから、反対側に当たる必要があるかな。おー、ここ水なんだ。うわ、面白い。ってことは、こっち側に、ああ、転がっていく。よし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 。いけるか？よっ！よし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 。で？うん、オッケーオッケー。
で、こっち側に渡れたから、光のところまで行けるかな？あー、来た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 。神秘的だね、ほんとね。で、ここが帰宅ルートの壊す場所。オッケー、まずは1個ゲット。左側のルートクリアですね。左下のルート行ってみましょう。今度はだいぶうねった空間だけども。あーすごい、でっかい木だ。サンゴみたいだね。一番下まで行って中に入る感じなのかな。ここは？あ、塞がれちゃってんね。あ、なんか一緒についてきてくれるようになったな、こいつら。あー、なるほどなるほど、飛ぶためのやつなんだ。で、反対側に落ちれるようになったから、よし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 。わー面白。あー、入れた入れた。右側ね、サンゴ礁みたいのがあって通せんぼされてたけども、左側から入れるようになったね。で、もう一回あいつらを呼び寄せてこないといけないか。あ、なくなるこれ。嫌がる感じだ。おお。じゃあ、ここにいるのをもう一回引き連れて。はい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 。で、上に行って、3匹の力を借りていく。うーい、来たねー。わあ、面白。右上かな？あ、右上行けそうだね。ああ、また光の玉が逃げていくと。あれを追いかければ OK かな。どこまで行っちゃったんだ？ああ、いた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 。こいつが、ああ、また下に潜っていくと。うい。ああ、これずっと追いかけっこになっちゃうパターンだから、あそこでストーンになって、周りを詰めてあげないといけないんだろうな、きっとな。あー、そこで一回止まってくれるわけだろう。ふい！追いつく！いやー、追いつけんのかい。はい！いったー！よし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 。オッケー、これで右上クリアー。次は右下とかになるのかな。これでもう4つあるうちの3つ手に入れましたね。こん中か？あ、入れた。あ、光の玉もあるね。まずはじゃあそれを手に入れたいんだけど。ここはでも塞がっちゃってるか。意外とここの柱通れるぞ。オッケーオッケー。これで1個クリアと。とりあえず4つ手に入れたんで入っていきましょうか。おお、なんだ？タコか？カメだ。なるほど。確かに紋章みたいなの出てたもんな。このカメについてきゃいいのか？ああ、光になってくれるんだ。深海だからね。全然光の届かない場所だったけど。明かりになってくれるんだ。わ、クラゲがすごいいっぱいいるじゃん。不気味だね、ちょっとね。光の玉も一緒についてきてくれる。うわー、すごい。深海生物がいっぱいいるんだろうね。あー、なんだ？あ、ここまでかな？とりあえず導いてくれたと。うわ、すごい。宇宙みたいじゃん、もう。うわー、綺麗。はあ。女神像のところに来ましたね。で、まだ下に行けるんだ。上に行ったり、下に行ったり。神秘の世界ってすごいよね。確かにさ、こう、宇宙もさ、深海もあまり変わらないというか、光の届かなくなった場所っていうのは、やっぱ神秘的なのかな。あー、おけつ沿いに進んでいき、こっち側かな。あー、一回これで登れるのかな。あー、登れますね。よし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 。
さあ、じゃあ象を登っていこう。あー、なるほど、ここ登れるんだ、滝のところ。オッケーオッケー。声を失ってしまったグリスが少しずつ少しずつ立ち直っていく。希望の光は自分の内側にあったんじゃないかなっていうふうに思わせますよね。月が綺麗だな。ナチュラルに告白みたいになっちゃった。月が綺麗ですね言うて。あー素晴らしい。黄色を手に入れたんだね。L の長押しで、あ、歌おうとする。でも声は出ない。うわ、再び闇が覆う。あ、でも脱出するんだと。すげえすげえすげえ。ツバメが追ってくるぞ。追いつかれるなグリス。わーすごい、深海からの脱出だ。あー、ウツボみたいになってる。ちなみに俺は今操作しておりません。おおほほほ、すごい。危ない。イエーいいね、ギリギリのところで避けていく。わー、あかんなって今度は。あぶれ、いけ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 。うわー、ギリギリのところだ。どこまでも追いかけてくるね。わ、二手に分かれて、うわ、分身した、すげえ。それでもなお逃げていくグリス、必要に追いかけてくるな。気持ち悪っ。ニョロ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 、どんどん細いルートだ。暗闇になっちゃった。もうここはどこなんだ。あ、動ける、クラゲだ。上に行ったらいいのかな。あ、泳げますね。あ、光が灯っていく。わー、暗闇の中にわずかにこの黄色の光が綺麗に輝く。本当に宇宙みたいだね。綺麗だ。プラネタリウムとか水族館とかに行きたくなるね、本当にね。あー、でも細い洞窟がずーっと続くな。どこまで行ったらいいんだろう。ひたすら進むしかできないんだろうけど。うね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 。でもちょっとずつ上に登ってきてんのかな。もうやつは追ってきてなさそうな雰囲気だし。あー、でも光が、あー来たか。よし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 。あ、ちょっと広いとこ出たぞ。あー綺麗。またでも今度下行っちゃうんだ。ぐるぐるしてるわけではないんだよな、きっとな。めちゃめちゃナチュラルに驚いてしまった。ホラゲかよっていう驚かせ方すんなよ、マジで。ちょこちょこあるな、このゲーム。普通にシンプルに驚くやつ。危なかったな。あ、いけいけ、頑張れ、グリス。負けるな、グリス。そうだ。お前は逃げれる。もう立ち直れるんだな。うわ、危ない。いけ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 。
上上登っていくんだ。あぶれ。あー飲まれる。あー亀いいやつ。浦島太郎的な物語。もうさすがに追ってこないか。あ、落ち着いたかな。危なかった。あーすげえゲームだな。ということでちょっと中途半端かもしれないんですけども、一旦ここで区切って、続きはねまた次回やっていこうと思います。最終回ね間もなくだと思いますので、もうちょっとですがお付き合いください。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。